山、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 山。志望校合格。開明塾。チャンネル。難関大学合格者に対しての調査。受験全体の併願合格状況についてグラフにしました。第1志望校を複数回受験したのが 3%。併願なしが 10%。第1志望校以外を併願したのが87% となっております。まあ、大体の方が第一志望以外でね、併願しているのかなと思います。受験全体の併願校数は 2,3 校が最も多いですが、10校以外の方もね、意外と多いですね。続いて実際の合格校数に関してはやはり 2,3 校が最も多いため、やはり心配な方は併願されておくのがいいのかなと思います。併願する理由としない理由に関してはこちらが挙げられるかなと思います。本番に向けての練習、落ちても大丈夫という安心感、自分のやりたい勉強ができれば第一志望でなくてもいい、合格した後で再検討できるから、勉強時間が減る、自分にプレッシャーを与えるため。併願校の選び方について、まあこちらの内容が考えられるかなと思いますので、自分もここが必要かなというところは重視していただければと思います。併願校に入学するつもりはあるか、どの併願校も入学する意思がある 30%、一部の併願校は入学する意思はない 30%、 第一志望校以外入学する意思がない 23%、 その他が 17%。 併願校の情報収集の方法は以下の通りかなと思います。受験費用を少しでも削減する方法などは、まあ、受験コースを減らすとか入会金などの支払いを考えてするとか、まあ、そういったことになるのかなと思います。併願校受験の利用した入試方法の割合は以下の通りになります。やはり共通テスト利用が一番多いです。まあ、理由としては第一志望校の邪魔にならないっていう点が多いかなと思います。続いて共通テスト利用入試の出願校数割合は以下の通りになります。1校、2校、3校が割合を占めてますかね。続いて共通テスト利用入試の結果割合なんですが、合格者に関しては 63% と高い数値になりますので、まあ、皆さんもここだったらいいかなっていう併願校がありましたら出願してみるのもいいのかなと思います。国公立の中期後期について、高級日程に出願した、中期日程に出願したは以下の割合になるのかなと思います。実際に中期日程と後期日程を受験した割合に関しては 14% しか受験はしておりませんが、安心感といざの時のために出願する方が多いかなと思います。併願校はあくまで第一志望合格を軸に考えて選ぶことが必要になりますので、そういった点を考慮して併願校を決めてください。それではよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。